はい。それでは E の11の 01A の説明をしておきます。これ、ABC を3次元数ベクトルとして、行列式 ABC がまあ T だとしたときに、次の各行列式を T で表せということですね。で、まあ、2T とかだったら、まあ、2×t と2スター t と入力してくださいと。で、まず、これはまあ、もういいですね。交代性を使って、a と c を入れ替えると、マイナスの acb になって、これをもう一回入れ替えると、マイナスのマイナスなんで、プラスの abc になるので、まあ、このまま t ということになります。で、2番と3番をちょっと順を追って説明していきます。まず2番ですけども、2番はこういうふうに、なものですが、ここに書きました。はい。で、まずですね、これ順番に、まあ、線形性で使って変形していきます。まず最初のこのマイナス a なんですけれども、1列目が、まあ、a のマイナス1倍になったら、全体としてはマイナス1倍になるということですね。はい。まあ、a の列の成分に関して一次式ですから、まあ、これはマイナスがそのまま外へくくり出せるわけです。で、次にこの a たす b っていうのがあるんですけども、ここも2列目に関しては、一次式なんで、2列目の成分に関しても一次式なんで、a だけのものと b だけのものの和になるわけですね。まあ、マイナスがあるので両方ともマイナスになっているだけで、要するにまあマイナスでくくると、a たす b がそのまま a たす b と a たす b というふうに分かれていると。こういうふうになります。で、ここで対化性を使うと、この a っていうのは消えちゃうので、ここは消えちゃうので、この項は捨ててしまいます。ということで、マイナスのこの項だけですね。で、この最後のこの3列目のところの線形性に注目してですね、これをばらします。そうすると、3倍の、この 3a というのは3倍の a ですね。それから b というのはそのまま b で、で、最後がまあマイナス1倍のマイなんで、マイプラスになって c というふうになります。で、対化性を使うと a でここは消えますと。で、BB でここも消えますと。ここ全体として消えますと。で、ABC。これは、本来元の行列式ですから、その残って t になるということで、これも t だと。こういうことですね。で、これ3番ですね。これなんか、例えばこう直感的に10とか書いてる人いたんですけども、そういうのではなくてですね、順番にまあちょっと見ていきましょう。まずこの式、ちゃんとこう写してますね。で、この式を、多項式を展開するイメージで。まあ、線形性があるので、要するに、まあ、普通にこれなんかこう、5a たす、普通にですね、5a たす 2b と、a たす 2b たす c と、b たす c っていう、こういう多項式を皆さん展開する計算イメージしてください。ただし、多項式を展開するときは、例えば a の2乗 b とかでこう一組にできたんですけども、a の2乗 b とかは書けずに、AAB とかですね。それから BAC とかですね。ACB とかですね。まあ、こういう、ここから2通り、ここから3通り、ここから2通りで合計12個を選んで全て掛け合わせる。で、掛け合わせる代わりに行列式として、この順番を変えずにそのまま並べて、こういう ABC とか ABB とかいうふうに書くというですね。例えば、1個目で言うと、この OA と A と B っていうのをこれこう選んで書けるっていう操作に対応して、5A、AB ですから、5倍はまあ外へ出せますので、5A、AB とこういうふうにするんですね。っていう感じでいくと、まあ、当然12項、2、3、2で2人が C の3、10で12項、項が出てくるんですけども、それを全部書き下すとですね、まあ、こういうふうに、5A、C ですね。5A、5AAB と AAC と、それから今度はこう 2B を取って5と2ですから10倍が出てきて 10ABBABC ですね。ABBABC ですね。で、この最後 5A で、C と 5ACB5ACC ですね。5ACB5ACC ですね。ということで、この最初のところ 5A を選ぶやつはこれで全部6個終わりました。と同じような感じで 2B と 2BAB、2B、2BC とかね、そういうのを全部合わせると、
まあ、順番に見ていくと 2BAB ですから 2BAB ですね。で、2BAC と、それから2、次は 4B、2B、2B、B ですから、4BBC ですね。4BBB ですね。で、4BBC と言いますね。で、最後に、2BCB、2BCC と。2BCB、2BCC というふうになります。で、ここでまあ、この青い線でこう引いたやつは全部こう点、あの、対化性で、消えるので、まあ、消してやると、結局残るのは、ここをこいつと、からこいつと、それから、あれどういった、あ、これか。こいつという、まあ、これ消えないです。これ線引いてるけど、これ消えないやつですね。の3つが残りますと。ということで、この式ですね。で、あと最後、交代性を使って C と B を入れ替えるとマイナスがつきます。B という入れ替えるとマイナスがついて、これいずれも ABC にそのままなりますので、まあ、10-5-2ですね。こうマイナスになって、結局3倍の T ということで、これは3倍の T ということになるわけですね。はい。